さあそれでは続いてまいりましょう。続いて登場してくれるのはコルマールの皆さんです。ジブリの曲をアレンジして歌っている3年目同期バンドのコルマールです。ジブリ特有の強いメッセージやその世界観をお届けいたします。情景豊かなリード、男性ソプラノ、コーラスワークにも注目してくださいということです。さあでは参りましょう。続いてはコルマール。思い出
早稲田大学 SCS よりやってまいりました、4年目同期バンドのコルマールと申します。本日はよろしくお願いいたします。先ほど紹介の方でちょっと3年目同期バンドだったんですが、実は4年目に、なりましたので、よろしくお願いしますということで、私たちコルマールは、ただいまお送りしたような、ジブリの曲をアレンジしていたというバンドでございます。1曲目にお送りいたしましたのは映画耳を澄ませばよりカントリーロードという曲でございました。まあ、この曲ご存じの方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ原曲とはちょっと一風変わって、こう様々な季節であったり情景というのをこうイメージしていただけるような、アレンジとなっていくのではないかなと思います。というわけで、早速ですが2曲目の方に移りたいと思います。続いてお送りいたします曲は、僕たちゴルマールが1年生の頃から大事に歌ってきた曲でございます。映画もののけ姫という映画から映画もののけ姫から、もののけ姫という曲をお送りするんですけれども、大自然の荘厳さというものを、ぜひイメージしながら聴いていただければなと思います。それではお聴きください、もののけ姫。
私たちコルマールは、先ほど申し上げましたように、同期4人で、1年生の頃から、まあ、3年間ですね、活動を続けてきたわけでございますが、そのラストイヤーに、こういう風2018という、本当に素敵な舞台に立ち、こうたくさんのお客様の前で歌えることを本当に、光栄に思っております。また、これまで支えてくれた、サークルの仲間たちや、家族であったり、今日こういう素晴らしい舞台を作ってくださった、スタッフの皆様、そして出演者の皆様、そして今日お越しいただいたこうたくさんのお客様に対する感謝の気持ちを込めて、歌って終わりたいと思います。というわけで、最後の曲になりますが、紹介の方を、これにしたいと思います。続いて最後にお送りする曲は、映画風立ちぬという曲の主題歌である飛行機雲という曲をお届けいたします。この曲は、まあ、題名から分かる通り空のこの青空が舞台になった曲なんですけれども、作詞作曲の松任谷由実さんが自身の空に対する熱い思いがストレートに歌詞に出ている曲でございまして、その松任谷由実さん自身の経験を元に描いた曲でございます。松任谷由実さんが青春時代に実際に友達が自殺をしてしまって、その彼がいつも眺めていた空だとか彼が飛び立っていた空というものをイメージしながら空に思いを馳せて綴った曲でございます。ストレートな歌詞に私たちも思いを乗せて歌うので、ぜひこちらの青い空を見ながら飛行機雲とか想像しながら聴いていただけると嬉しいです。はい、それでは私たちコルマールがお送りする最後の曲お聴きください。飛行機雲。ただ思うだけ。
ありがとうございました。コルマールの皆さんでした。今一度大きな拍手お願いします。